メドフォードは、アメリカ合衆国オレゴン州弱村郡に位置する都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査での人口は74,907人だった。メドフォード都市圏の中心都市であり、都市圏人口は2010年で207,010万 7, 人と、オレゴン州内では、第4位の都市圏になっている。メドフォードという氏名は、土木技師 デイビッド・ローリングの故郷マサチューセッツ州メドフォードに、ちなんで名付けられた。ローリングは、オレゴンカリフォルニア鉄道の技師であり、通行券のエージェントだった。また、ベアクリークの中間浅瀬にあるので、メドフォードになったという認識もある。1883年、SL ドルソンとデイビッド・ローリングが率いる一軍の鉄道測量士が、現在のゴールドヒルに近いロックポイントに到着した。 彼らは、オレゴンカリフォルニア鉄道敷設のために、ローグバレーを抜ける最善のルートを乱す任務があった。近くのジャクソンビル住人はその町と現在のクレア・ハンリー樹木園に近い、ハンリービュートとの間を鉄道が通ることを期待した。このような動きは、ジャクソンビルにとって、繁栄を保障する以上のものだったが、ドルソンがベアクリーク近くに鉄道を敷くことを決めた。 ジャクソンビル住人の反応は複雑だったが、その決定は変わらなかった。1883年11月までに駅を建設する場所が選定され、チャールズ・ J ・ハワードが率いる測量チームは新しい、町の区画を引くことに忙しかった。彼らは11月初旬にその仕事を終え、開発用の82のブロックが決められた。ニューハンプシャー州出身で、 フリーメイソンだったジェームズ・サリバン・ハワードが1884年1月に町で最初の建物を建設したと発表した。ただし、鍛冶屋のエミル・ピールが12月半ばに中央駅で事業の宣伝を行っていた。また町の設立者、アイラデル・ジャドソン・フィップスとチャールズ・ウェズレー・ブロバックの農園が町の区画を決める前にすでに存在していたと指摘する者もいる。いずれにしても、 ジェームズ・サリバン・ハワードの家が建てられてから1ヶ月に、満たない2月6日には、その店がメドフォードの初代郵便局になり、ハワードが郵便局長になった。郵便局ができたことで、オレゴン州議会は1885年2月24日にメドフォードを町として法人化することになった。1905年には姿勢を敷いた。ハワードはメドフォードができてから、 最初の10年間郵便局長を務めさらに1919 19年11月13日に死ぬ時にもその職を務めていた。20世紀の初めは移行期だった。メドフォードでは3年前に水に流された古い橋の代わりにベアクリークに新しく鉄橋を作った。橋がなければ対岸に渡ろうとする者は浅瀬を歩いて渡るしかなく、通常は馬に引かせた荷車を使っていた。 最初の自動車がこの町に来たのは1903年になってからだった。町の区画が決められた直後に薬剤師のジョージ・ h ハスキンスがドラッグストアを開店し、1903年にはその店の中にメドフォード図書館協会が小さな図書室を開くことを認めた。その5年後に図書室はメドフォードの新しい市役所に移転し、さらに4年後、アンドリュー・カーネギーの寄付で、 専用図書館が建設されることになった。メドフォード・カーネギー図書館の建設は1912年に完工した。1927年、メドフォードはジャクソン軍の軍庁所在地という肩書きを近くのジャクソンビルから奪った。メドフォードの空中写真1967年、週刊高速道路5号線がメドフォード中心街のすぐ側に完成し、 それまでのパシフィックハイウェイに変わった。その完成以来、メドフォード中心街では小企業が衰退した原因だと言われたが、それでも市内を横切ろうとする通勤者には重要なルートであり続けている。実際のところ、1999年に行われた調査では、北から週間高速道路5号線に入る自動車の45%は、 わずか3マイル先の市内南部で5号線を出ていた。週刊高速道路5号線の交通量が増えたので、2006年にメドフォードの北に新しいインターチェンジができた。この工事には3600万ドルがかけられ、5号線とクレーターレイクハイウェイとの間の交通を改善した。さらにメドフォード南部で交通量の問題が生じたので、7200万ドルをかけて、 別のインターチェンジ建設が促進された。この工事は2006年に始まり、2010年に完成した。1990年代以降、メドーフォードはかなりの資源を都市再開発に投じ、中心外地域の再活性化を行ってきた。クラテリアン・ジンジャー、ロジャーズ劇場や、禁酒法時代のクーリーネフ倉庫で現在はパレットワイン社が、 都市型ワイナリーとして運営している建物など、いくつかの古い建物が改修された。通りが再整備され、新しい速道、交通信号及び自転車レーンが付けられ、新しい駐車場2カ所も建設された。中心街には、歴史あるカーネギー図書館に代わって、新しい図書館が建設され、ローグコミュニティカレッジと、南オレゴン大学の新しいサテライトキャンパスができた。 2008年と2009年の経済不況により、メドフォード市とリチアモーターズの協業事業であるザ・コモンズが中断された。この事業は近年で中心街に行われる最大級のものであり、駐車能力を増やし、レクリエーションと商業地域を確保することを目指していた。工事が中断される前にグレイハウンドグレイハウンドのバス停が移動し、 水際を整備するために85万ドルが使われていた。当初、ザクモンズには、リチアモーターズの10階建て本社が入る予定だった。経済の先行きが不透明なために、その計画は4階建てまで後退された。この工事の起工式が2011年4月22日に行われ、第1段階の完成は2012年が見込まれている。メドホードは、 北緯4 2二度1 9分55秒整形1 2 2度五5 1分43秒北緯 42.33194°C 整形 122.86194°C42.33194-122.86194 に位置する北緯4 2 3三度のカリフォルニア宗教から北に約27マイルにあるアメリカ合衆国国勢調査局によれば 地域全面積は21.7平方マイルであり、すべて陸地である。太平洋が西75マイルにあり、最も近い海岸である。最も近い川は8マイル離れたロング川、最も近い湖は13マイル離れたアガテ湖である。メドフォード市の近くには、グランツパス、クラマスフォールズ、アシュランド、ローズバーグの各市があり、また、 カリフォルニア州のレディングとクレセントシティも近い。州都セーラムからは229マイル離れている。最も近い週間高速道路は5号線であり、市の中心を北西から南東に抜けている。他の週間高速道路との最も近いジャンクションは273マイル離れたポートランドの84号線と309マイル離れたサクラメントの85号線である。 メドフォードは、オレゴン州道99号線、道238号線、道62号線のジャンクションとしても機能しており、6マイル、離れたオレゴン州道140号線もある。メドフォード付近には、アッパーとローワーのテーブルロックで表されているように、古代火山の溶岩が流れた名残があり、またマクローリン山とマ,マザマさんの名残である、クレーターレイクがある。晩春や初夏には、 マクローリン山斜面の雪が溶けて、天使の羽と呼ばれる形になる。これをインディアンは、ミサゴと解釈し、サケが遡上し始める印にしている。メドフォードは、カスケード山脈とシスキュー山脈の間のローグバレーと、呼ばれる雨陰にある。太平洋岸北西部の特に、オレゴン州に降る雨はほとんどメドフォードに及ばず、ウィラメットバレーより乾燥し、日照が多い。その気候は、 井戸の割に夏も冬もかなり暖かい地中海性気候である。夏はオレゴン州東部に、冬は海岸部に似ている。夏は下肢90度を超える日が90日もある年が多く、7月や8月には下肢100度を超えることもある。1981年8月には4日間連続で下肢110度以上となり、2日間は下肢114度に達した。メドードでは冬に、 気温逆転現象もある。製材産業が盛んだった時代には、霧が濃くて視界が5フィートもないようなことが起こり得た。この気温逆転現象は、数週間続くこともあった。この都市圏では、アメリカ合衆国の中で、最も平均風速が遅いからだと指摘するものもいる。冬には、降雪もあるが、雨影効果によって、ネオ平均では5インチ程度である。 1955年から1956年の冬には31インチの降雪があった。メドフォード氏は、市政委員会、シティマネージャー方式を採用している。市政委員は選挙で選ばれる一人の市長と8人の委員から構成され、委員は4つの選挙区から2人ずつ選ばれている。委員会は、専門家のシティマネージャーを雇用し、市職員の雇用など日々の市政運営を任せている。 市長と市政委員は無給であるが、使用する費用については保証されている。現市長はゲイリー・ヘール・ウィーラーであり、2004年11月の選挙で初当選した。2008年にも97.5%の得票で再選。現在の任期は2012年までである。ウィーラーはメドフォード市内に委員を構える県外委である。市長に選ばれる前は、 メドフォード都市再生機関に13年間務め、アメリカ陸軍時代には県外医を担当していた。メドフォード司法で市内を4つの選挙区に分けており、それぞれ2人の委員が選ばれている。2年ごとに1人ずつが改選され任期は4年間となっている。現、シティマネジャーはマイケル・ダイアルである。1998年6月に市政委員会の議決で採用された。 ダイヤルはアメリカ陸軍の退役兵であり、以前はユタ州オレムやネバダ州ノースラスベガスでシティマネージャーの経験があった。メドフォード北端近くにある歓迎看板メドフォードの経済は主に量産業に牽引されている。メドフォードはオレゴン州南部とカリフォルニア州北部にまたがる人口46万人以上の地域で経済中心となっている。 メドフォード広域地域における小売業の2008年、売上高は75億ドルである。その平均値は、ポートランドやユージーンの市場よりも大きい。昔は、農業と製材業で経済が推進されていた。果物と贈答養殖品では、アメリカ合衆国際大の直接販売者である、ハローデビットオペレーションズがメドフォードを本拠にしている。常夜と1 7 0 0人。 季節雇用者、約6700人とオレゴン州南部では最大の雇用種である。1910年に設立されるオーグバレーの果樹園から収穫して商品を販売していた。1995年に設立されたベンチマークマップスはアメリカ合衆国西部十州の詳細な地図を製作している。パソコン製造会社ファルコンノースウェストは2002年から創業している。 映画制作会社パシフィック・インターナショナル・エンタープライジーズは1970年代以降、メドフォードから映画を配布している。ローグバレー医療センター、入院病棟アメリカ合衆国の自動車、販売会社として、第8位のリチア・モーターズは1970年からメドフォードに本社を置いている。ミシシッピ側より西に100点以上の反社を持っている。 メドフォードから車で数時間以内の距離には同じような大きさの町がないので医療の地域中心になっている。ローグバレー医療センターとプロビデンスメドフォード医療センターという2つの総合病院があり2000人以上を雇用している。メドフォードは引退者が移住してくる町でもあるので生活補助や高齢者介護が経済の重要な部分を占めている。 メドフォードと周辺地域では、ボルドー、ローヌおよびブルゴーニュ種のワインなど成長しつつある、オレゴンワインの産地になっている。ブドウの品種としては、メルロー、カベルネソービニヨン、シラー、ジンファンデル、ピノノワール、デビュルツトラミネール、リースリング、ピノグリ、シャルドネ、ピノブラン、初期マスカットおよびガメノワールがある。オレゴン州の他地域とは異なり、 あまり知られていないに品種の栽培にも成功している。すなわち、スペインのリオ派の基礎として、評判のある赤ブドウ、テンプラニーリョと、以前はローヌ地方の孤立した地域のみで見られた白ブドウ、ビオニエである。メドフォードの人口水位以下は2000年国勢調査による人口統計データである。メドフォードカーネギー図書館 6C ンボン東からメドフォード市を見下ろしている。 アートイン・ブルーム2007メドフォード最古の公園であるアルバパークは中心街のホリー通りとメイン通りの交差点にある。当初はカーネギー図書館に近かったのでライブラリーパークと呼ばれ、後にメドフォードの姉妹都市であるイタリアのアルバにちなんで改名された。この公園にはアズマヤや噴水に囲まれ2匹の犬を連れた少年の彫像、 第二次世界大戦時の日本軍大砲が置かれている。毎年開催される梨の花蘭は公園の通り向かいメドフォード市役所で始まり、1日中公園の中で祭りが続く。メドフォードは特に地元で採れた梨を入れた贈答用バスケットで世界中に知られたベアクリークコーポレーションの誕生地である。工場見学もできる。メドフォード南部にある ベアクリークパークは、広さが100エーカー近くあり、プレスコット公園に次いで2番目に、大きな公園である。その西側には、ベアクリークとベアクリーク緑道がある。テニスコート4面、スケートパーク、ドッグパーク、円形劇場、大きな遊戯場、モトクロス用道路、および、コミュニティ庭園がある。1925年以来、その土地はいくつかの目的に使われてきた。 最初の部分は森井キーインという住民から買収された。町はそこを1939年までゴミ焼却に使っていた。その後の20年間はガールスカウトのキャンプ場となり、それから数年間は私有地になっていた。ベアクリークの汚染に関する心配が持ち上がって1963年にはメディアの注目を引き、市はこれらの土地を買収した。 1988年、ニューヨークのロバート・レザーズがデザインした遊戯場が建設された。1890年に設立されたイーストウッド歴史墓地はベアクリークパークのすぐ北にあり、広さは20エーカーある。ここには JS ハワードなどメドフォードの多くの住民が眠っている。無料ツアーも可能である。クレア・ハンリー樹木園は1962年に、 クレア・ハンリーとメアリー・ハンリー姉妹によって植樹されたのが始まりである。姉妹は現在のオレゴン修道238号線に沿った歴史あるマイケル・ハンリー農場で育った。現在はオレゴン州立大学に所属する大規模な農業、研究センターの一部になっている。花水木、ハンカチの木、およびサワーウッドなどが植えられている。メドフォード・カーネギー図書館は 中心街にある2階建ての元図書館である。1911年にアンドリュー・カーネギーの寄付で建設されたが、2004年にやはり中心街のロングコミュニティカレッジの拡張キャンパス近くに新しい図書館が建設された後は空き家になった。現在は同窓会の集会場所や公衆の会議所に使ったり、及び隣接する市役所の事務所を移す計画がある。 メドフォード市の最も目立つランドマークの一つである、ロクシーアンホーは、市の東部にある3000年前の旧火山である。標高は3573フィートあり、バレーの底面からの高度差は2000フィートある。この、ふもと丘陵部に住んだ、初期開拓者ロクシー、アン望遠にちなんで名付けられた。ロクシーアンホーの頂上を含めかなりの部分が、メドフォード最大の公園である。 プレスコットパークと呼ばれる保護地域に囲まれている。プレスコットパークの広さは1740エーカーある。この土地は1930年代に取得され、1933年に勤務中に殺害された警官ジョージ、J ・ジェプレスコットに、ちなんで命名された。プレスコットパークの一部で、ロクシアン法に通じる最もよく、使われる歩道は、麓の第二ゲートから約950フィート上り、 標高3573フィートの頂上に達している。全長は3.24マイルあり、防具バレーのパノラマを楽しむことができる。中心街のメイン通り東とセントラルアベニューの交差点に1997年に完成された。フォーゲルプラザはその後すぐに地元行事の中心地になった。例えば、アートインブルーム祭りは毎年母の日に開催されている。 この二日間の祭りに1万人の観客が集い、75人以上の芸術家がその作品を展示し、また生演奏、ワークショップ、食事及び子供向け活動が行われている。メドフォードの公共教育は、メドフォード教育学区 549C が管轄し、南北二つの高校がある。いくつかの私立高校もあって、その中で、 セントメアリーズ高校とカスケードクリスチャン高校が大きい。さらに公立小学校14校、中学校2校があり、児童、生徒数は12,500人以上となっている。クロスローズ学校は私立のオルターナティブ高校であり、私立の宗教系、高校3校とともに運営されている。1997年、グランツパス日本教区 ローグコミュニティカレッジが中心街の5ブロックにまたがる7つの建物を持つキャンパスを建設した。近くのアシュランドに本拠を置く南オレゴン大学が2007年にローグコミュニティカレッジと協業し、8番目の建物を建設して3年生と4年生の教育を行えるようにした。元ダブバイブルインスティチュート、現在のパシフィックバイブルカレッジは1989年に設立された。 連邦捜査局が発行するアメリカ合衆国の犯罪は国内の警察組織から上がった統計データを載せている。右の表は2004年から2007年のメドフォード氏の統計データである。急成長した年によくあるようにメドフォードは過去10年間で暴力行為や組織犯罪が急上昇した。メドフォードとオレゴン州南部でメダンフェタミンの使用が問題となっており、 なりすまし犯罪など多くの窃盗犯罪で大きな部分を占めていると考えられている。メドフォード警察署は警官103名と市民コイン77名によって運営されている。メドフォードで視聴できるテレビ局は7局あり、全国ネットが網羅されている。聴取できるラジオ局は FM 局が18局、A、AM 局が6局ある。メドフォードとジャクソン軍の公式新聞は、 メールトリビューンであり、オッタウェイコミュニティニュースペーパーズが所有している。1909年にメドフォードのメールとアシュランドのトリビューンが合併した後に発刊した。2004年時点の発行部数は3万7千部である。メドフォード出身者あるいは住人からは、これまでも有名なスポーツ人が輩出してきたことに、加え、1948年からはいくつかのプロスポーツチームが、 本拠地にしてきた。野球では、ノースウェストリーグのメドホードエイズ、後のサザンオレゴンティンバーチャックスが有名である。このチームは、オークランドアスレチックス参加の A クラスマイナーリーグチームであり、1979年から1999年まで、歴史あるマイルズフィールドを使ってきたが、その後ブリティッシュコロンビア州バンクーバーに移転した。 現在は拡張フランチャイズのチームを誘致する話があるが適当な球場がないのも事実である。屋内フットボールではナショナルインドアフットボールリーグのサザンオレゴンヒートが2001年に本拠地にした。ジャクソングーエクスポ公園のコンプトンアリーナを試合場に使った。ラバレインボーリング場では全米プロボーラーズ協会のメドフォードオープンを毎年1月に開催していたが、 2009年の大会が最後になった。メドフォード市は市内3 2 2トルの道路を管轄している。週間高速道路5号線の高架橋メドフォードにはオレゴン州で3番目に乗降客の多いローグバレー国際メドフォード空港がある。2007年には64万7471人が利用し1978年から2008年の 期間では1100万人以上となった。日本のアスファルト舗装滑走路があり、5つの航空会社が1日約60便を運行している。空港ターミナルの拡張が進行しており、設備が改良される予定である。メドフォード都市圏では1975年以来、ローグバレー交通地区が公共輸送を担当している。月曜日から金曜日までバス便が路線運行されており、 そのうち4路線は、近くのセントラルポイント、ジャクソンビル、フェニックス、タレント、アシュランド及びホワイトシティ各市まで運行されている。すべての路線は、市内フロント通りの乗り換え駅を発着しており、ここには2008年10月から、グレーハウンドのバスも停留所がある。メドフォードを通る旅客鉄道はない。アムトラックの列車は、近くのクラマスフォールズに停車している。市民は、 フロント通りの乗り換え駅からバスで約2時間半かけて鉄道駅に行くことになる。最も近い海港は167マイル離れたクーズベイ港である。近くのロング川は1906年にゴールドヒル近くに建設された水力発電ダムであるゴールドレイダムで洪水制御している。アメリカ国立気象局は洪水レベルを3.6メートルとしている。 この水位になると、太平洋とロングバレーの間の航行が制限されている。小さな貨物船でも航行できず、メドフォードに船荷を運ぶ場合はさらに小さな引き船が必要になる。それゆえに、メドフォードの近くに開港はない。メドフォードは1944年のフィルムの R 映画、深夜の告白で、ポーターホールが演じた登場人物弱孫氏の故郷である。 ディートリッソンの死に繋がった出来事を思い出すよう、促された時に、ジャクソン氏は、キーズさん、私は、メドフォードの人間だ。メドフォードで育ち、この心を作り上げてきたと語っている。アルバシとメドフォードは、姉妹都市である。1960年に、姉妹都市制度ができてから間もなくメドフォード氏は、イタリアのアルバシと提携した。漁師は9 1 7 5トル。 両氏は毎年交互に交換留学生を派遣している。毎年3月と4月、メドフォードの高校生がアルバを訪れ、ホストファミリーのところに滞在する。アルバ市の高校生は翌年にメドフォード市を訪問している。2007年には67人の高校生がイタリア行きに応募したが、実際には24人が選抜された。アルバを選定したのは、 元市長のジョン・ W ・スナイダーであり、アルバの元市長、オズワルド・カナッソに衛星電話をかけた。ありがとうございます。